ワーコカゴは、日本書紀などに伝わる古代日本の豪族。アコ、カゴスクネとも称される。和国作りの祖先。古事記には彼に関する記載は存在しない。日本書紀の登場人物としては、比較的多くの箇所に出没する。日本書紀巻、第11には、推定310年の天皇崩御後。 行為が定まらぬ状態の中で争われた、ぬかた大中彦こ子とと田氏んしのうすくとの和のと田と三宅をめぐる葬儀のことが記されている。ぬかた大中彦こ子に土地を一方的に摂取された、オウスクネは、都道地いらつ子、ついで大みそさ村に訴え出た結果、和のと田と三宅のことは、現在韓国に派遣されているアゴカゴが知っていると判明した。オウスクネは、 大晦謝在美子との勧めにより、昼夜健康で、淡路の天と共に、韓国へ行き、アコカゴを連れて帰ってきた。アコカゴは、和の頓殿、宮家は、水人天皇、の時代に、皇太子であった、慶光天皇、に、およそ和の頓殿は、ごとに、行帝皇のこといえども、行巣に日図は、司さどること独自として伝えられたものであって、 時の天皇が干渉するものであることを証言した。これにより、ぬかた大中彦美子は自生し、土地管理問題は、大薄スにとって有利なものとして決着した。しかし、この事件のバックには、ぬかた大中彦美子の同母弟である大山守巫子が、いたと思われ、彼は、この裁定に不服を唱え、事態は、後位構想劇へと発展していった。古事記には、 このような事情は語られていない。同じく、初期巻十一は、以下のような物語を伝えている。六十二年の夏五月に、とうとう三国寺表情こと咲く、大きなる木はべりて、大井川より流れて、川曲がり止まれり。その大きさ十か囲い。本は一にして、末は両なりとマウス。時に、和直はこかごを、剣して、船に作らしむ。思考して南海より運して、 何はずに正きたりて、三船に当てず、大井川に流れ着いた巨木を、アコカゴが船に作り直した、というエピソードである。この時はアコカゴは、山寺家と呼ばれている。ちなみに、初期巻期、第十二では、李中天皇が両股船を、いわれし、磯池に浮かべている。初期巻十二によると、住吉が勝美子と、和直アコカゴとは親しい間柄であった。そのため、 推定399年、中津美子が皇太子の伊沢穂明王子に反旗を翻した際には、中津美子に味方しようとし、政兵数百人を各職の栗林というところに集めて、太子を待ち構えた。しかし、皇太子の兵が思いのほか多数であったことに気づくと態度を変え、捨てに聞く、皇太子、非常のこと言うしますと。 助けまつらむとして兵を備えて町立てつる。再疑心に囚われていた皇太子は、アコカゴの心を疑い、殺そうとした。そこで、アコカゴは恐れ入って、妹の日の姫を献上し、死罪を免れた。この時から、山戸鹿は、うねめを、蜜植,植えするようになった、という。理中即位前期の他の箇所には、 皇太子が石上神宮に逃亡する際に、飛鳥山の登り口で少女に遭遇し、道の安全を尋ねる場面があるが、兵を取れる者、ふさに山中に、万メリ。周りで、大麻刑より超えた前と忠告される場面も存在する。これらは、和直氏が副兵が置けるほど、この周辺の地理に習熟していたことを示している。初期巻期、第14には、 有楽天皇が小まぜでの寮の後で激怒して、大津馬貝を切り殺し、その収集のために、母親のお坂かの大中津姫皇太后が、和のうねめ、ひひめを献上する話がある。その時の会話がきっかけで、獅子人部が設置され、柏での長野ら三人が任命されるのだが、加えて、大和の国造はコカゴスクネは、京北取別を献上して、獅子人部に加え、 神殿とものみや国造、また従いて俗義手見つぎるとある。ここに登場する姫と、住吉の時の妹の日の姫は、同一人物であり、伝承の混同があるのではないか、と言われている。以上の記述は、五世紀前半に、出雲神の祖となる市長たちが、大和政権と深く関わり、朝鮮半島との交渉を行っていた。 という考古学から判明した歴史的事実と合わせて考える必要がある。さらに言えば、淡路島の解任集団とのつながりや、飲みのスクネ伝承との関連をも見ていく必要がある。前述の物語に頻繁に現れるのは、淡路島の解任集団で、大スクネが韓国からアコカゴを迎えに行った際にも、解任集団の選手が活躍しており、 住吉中積子の伝承でも、安住の蓮浜湖に引きられて、淡路の野島の解人が暗躍している。淡路島の木戸原遺跡、雨流遺跡からは、半島や出雲との関係を示す遺物が多数、発掘されている。蘇我遺跡、古遺跡、長原遺跡など、機内の玉作の遺跡からは、松江市玉湯町河川山三室の壁玉原石が出土しており、とりわけ、 和直の拠点である、四季周辺の谷遺跡などから、壁玉、水晶などの出雲系の石材を使用した、玉作遺跡が見つかっている。奈良盆地以外では、河地国の長原遺跡からも少量の湿度が確認できる。弥生時代の遺跡のほか、新宿、中海沿岸には4世紀末から5世紀初めに、かけてのものと思われる、玉作工房遺跡が発見され、奈良県の吉野川、 木の川流域で産出され、結晶変換性と医師が使用されている。和直の祖先である、シーソ長尾氏は、雨の日ヒボコ伝承などに登場するが、ノミのスクネを迎えに、出雲へ行ったことも見受けられる。ノミのスクネは大魔血束との相撲勝負で有名であり、菊池照夫によると、この話は相撲によって、地礼を沈める。 稲作のおこぎの起源だとされているが、この話で、のみのすくねが獲得した、東馬の地が、大阪湾から竹内峠を経由した奈良盆地に出たところに、位置していること。菅原神社が鎮座し、南へ行くと、葛城へも通じている、交通の要衝の地であり、近隣の大体石は、古墳時代前期の集落遺跡で、4世紀前半のものと推定される、 山院系の土器も出土されている。このことは、ノミのスクネ時代から、大麻系あたりに、山院地方との関わりの形跡があったことが、伺われる。以上のように、アコカゴ伝承における、和直と出雲勢力、淡路島の解任集団との関係は、何らかの史実を伝えており、それらが、ワーコカゴという一人物に集約されて結びつけられた、可能性が高いと言える。 ありがとうございます。